で、先ほどのスピーキングの話とレシピ提案ということで、今後についてこういういろんなイベント企画を含めてですね、どの地域の皆さんと一緒にいろんな活動だったりとか教室だったりとかやっていければなと思って、今日は明治製菓さんのご協力をいただきまして、デコワーク教室ということで開催させていただくことになりました。今日ですね、デコワーク教室ということで、人形だったりいろんなキャラクターを作ろうという企画になっています。で、使うものは、一般に市販されているお菓子とデコペンになります。で、カバさんの、作るポイントとしてはこう真上に乗っけるにできたので良かったです。やれそうな感じで、はい、楽しかった。作って誰にあげるんだって。みんな。お父さん、とお兄ちゃん、とお姉ちゃん、とお母さん。子どもたちと一緒に一緒に作品を作るってことがやっぱそういう機会がなかなかないので、一緒にこうやって作れて楽しい時間作れました。ここで、いろんなチョコレートが作れてよかったです。お父さんに自分で作ったチョコレートをあげたいです。